関東職業能力開発大学校は、栃木県小山市横倉三地区612のにある、職業能力開発大学校を、独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構が設置、運営している。略称、愛称は、関東農会大。工業系の授業、実習が展開されている。関東職業能力開発大学校は、 職業能力開発促進法で規定されている高度職業訓練のうち長期間の訓練及び短期間の訓練を行う公共職業能力開発施設の一つ高度技能者の養成を目的とする厚生労働省所管の省庁大学校であるなお学校教育法に基づいた施設ではなく職業能力開発促進法により 設置されているため学校教育法の適用は受けない。本大学校の理念は、私たちは社会整合性のある実践教育によって変化に対応できる人材を育成し、社会の安定と豊かさに貢献します。である。専門家庭の卒業者が公務員に採用された場合、内閣婦人人規則により文部科学省系、短大卒相当と格付けされる。 応用課程の卒業者が公務員に採用された場合、内閣婦人人規則により文部科学省経営大学、卒業者相当と格付けされる。2009年4月現在、専門短期課程の在職者訓練として、能力開発セミナーを実施している。ありがとうございます。